なんか映んないんだけど。タタタン、今日もお疲れ様でした。おやすみって。チコちゃんおやすみ。マックスのタカタが頭の中で再生されたやつ。エリさんピンポン。牛柄？クマ柄かな？熊柄だよ。広島ドリミネーションっていいね。タタタだよ。エルサだった。タタタタタってやりたかった。ティエンさん可愛い、ありがとう。ブンちゃんハートありがとう。え、声ラジ聞いてくれてありがとう。エルサなのね。服かわいいでしょこれ。お気に入り。ヤスベイさんありがとう。雪だるまと雪の結晶。レディコーレディコー。ボヤッキーさんかわいい、ありがとう。センさん雪の結晶ありがとう。フォローありがとう。今日のコーデ可愛いって嬉しい。今日のコーデはかぼちゃっこコーデ。わかんないけど、ちょっと私そのコーデの写真いいねしたんだ。かぼちゃ、かぼちゃのカバンです。季節外れらしいけど、私はまだかぼちゃの季節なんだけど。まだ私かぼちゃの季節です。トトさんレインボースターありがとう。もう私眠くて眠くて、もういつの間にか目がんってなってるかもしれない。かぼちゃコーデ三つ編み、髪型が可愛い、嬉しい。三つ編みでした。でちょっとくるんってしてる、はにゃね、可愛くした。頑張って可愛くした。ゲームしすぎ。私は12時間睡眠しないと眠たいんです。りょたさんありがとう。オーナメント、キャワキャワニャンコ。栗の季節か、今は栗の季節。栗、うん、かぼちゃだな。わー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 、はー、ねみー。多分ね、もうすぐ配信終わっちゃうから、みんなただお休みを言うだけの配信だよこれは。りょうじいさん雪の結晶ありがとう。雪降るかな、雪降るかな。 NHK でリコチ見た、マジマジ。なんか気候を犯してなかったからな、気候を犯してなかったかな、大丈夫かな。え、お話し会でそんなこと聞いてくれるの。え大丈夫かな、でも大丈夫かな。ありがとう、もし分かったら教えてね。おじいさん雪の結晶ありがとう。ね、そう、学校で恋ラジ出張版、学校で恋ラジで、あの五日市私立観音西小学校に行ってきたわけよ。ーなんかすごいね、子供たちがすごいフレンドリーで可愛かった。
でも話し会ではあなたが話したいことを話してくれていいんだよ。ありがとう。一律だったかも。五日市観音西って呼んじゃったけど、一か一律だった。実は読めなかったけど、ミチュアミリコチだよ。お風呂が沸きました。もうマジお風呂入りたい。もう本当にもうお風呂って感じ。もうお風呂に入って寝る、それ一択です。もう子供って可愛いよね。骨折した報告してくれたもん。私ね、骨折れた。え？骨折れた？挨拶もなしに。ねえ、私ね、骨折れた。え？骨折れた？骨、あれ、骨折れた？ギブさんもちょっとこうやって突っ取った首から三角筋。ありがとう。それで。あら、反応に困るんよ。お大事に。なんで折れたの？大事に。すごいよね、骨折れた報告をしてくれたり。それ放送されるの？あ、骨折れた報告は放送されない。あれはもう下校の時間みたいな。ハルルンさん、バラありがとう。そう、下校の時間とかだった。つつつつつつ、かぼちゃの、かぼちゃのカバンかわいいよね。かぼちゃ The cow never bothered me anyway。 すごい、みんな、みんな手がかゆい。うん、でも楽しみ。かぼちゃかわいいでしょ。かぼちゃのカバンちょっとしか入んないけど帽子にはなる。帽子にはなるよ。ほら、帽子にはなるから使いやすいね。ほら、洋服くまちゃん、そう、かぼちゃスーツとセットアップできる。ちょっと短く今日はしてみた。かぼちゃ帽子なの。そう、これかぼちゃ帽子なの。そう、雨が降った時とかやばい、頭隠せないと走る。面白い。そう、安定感もバッチリ。ほら、もうこんな風に、あ、髪の毛引っかかっちゃった。髪の毛が引っかかっちゃった。そう、でしょ、私に。夢が見える。夢が見えたよ。明日の未来が見えた。あやかんちゃん、雪の化粧ありがとう。ありがとう。拭くのかな、クマさん。あ、パチパチって言ってる。やばい、パチパチって言ってる。髪の毛を大事に、ありがとう、クマちゃん。かわいいでしょ。かわいいの、これ。どうしたの今の笑顔、リコちゃん。
静電気パチパチ言う。ハロー、私もうまくいかないことだらけだよ。今日もね、ダンスでさ、自分クソだなって思うし、そんなことでハブってる自分もクソだなって思うし、クソ、クソだよ、僕はクソだ。チタン、不協和音で奇跡概念を壊せ。あー、鼻筋だね、鼻筋。クマ柄、なんかここが、ここが可愛い、袖が、裾が可愛い。ひょう、もう踊ってるけど、なんか地味に痛いから怖いんだよね。ね、クソとか言わない、なんて言ったらいいかな、え、なんかクマ、クマとかにしようかな。インゴ、インゴ、僕はクマなの、もうクマなんです。クマに失礼、ちょっと可愛く聞こえるよね。可愛く聞こえる、僕はクマなの、僕はクマなの、優しい、クマった、ありがとう、ありがとう、シワイさん、I love you、ありがとう。クソクソのクソ、クソクソのクソいいね、なんか可愛く聞こえるもん、クソより、クソクソのクソだからさ、クソクソのクソの方が可愛いね。クマ野郎、僕はクマ野郎だからって落ち込んだよ今日は。でもちょっと今前向きになろうとしてる自分がいるから頑張る。ナットプー、 ありがとう、 Thank you。ロマンティック病したいね。ふわりふわり浮き上がれ。ケンタッキーさんありがとう。雪の結晶、 I love you もありがとう。え、約束破ってごめん、まことにすいません。冬服かわいいでしょ、超かわいい、お気に入り。お気に入り、サンマ御殿出てサンマ師匠と45分ぐらいバトルって。グミに大人とか子供、あれはちょっとね、もう急いでたからね、文脈がよく分からなかった、あれは22時に書いたんだ、やばい、あと30秒って思いながらって書いたメールだったの、許して。でも子供のグミを食べたよ私は、釣りのグマ、間違えた、釣りのグミ、釣りグミ、本当にクマなの？クマだよ、クマだよ。確かに前川公演したいね。でも皆様カクカクしかじか大変だからさ、ココアさんとユニット組みたいし、ほのたんさんとも組みたいし、みんなと組みたい、枝豆でユニットも組みたい、ゆみこ姉さんと、あとうるさい、あのソラハさんとなんかうるさいにぎやかな曲のユニットも組みたいし、オキさんとちょっと炎上系な、なんかちょっとそういうユニットもいいな。
リスマスにイベントがあって、それ私も出るんです。わあ、まだちょっとわからんね。早くさ、あとさ102フォロワーでさ5000人いくの、フォロワーが、さんが。だから5000人いったら早くリプ返したいわけ、私は。だからいいね。ね、マイカーさんってさ、なんかみんなと仲良くなれる方って感じ、先輩ね。だからさ、なんかいいよね。にゃん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 こいつ顔が2個ある。フォロワー伸びるとき分かんない、全然分かんない、あんまり気にしてないかもしれんけど、いつやろ。あなんで僕隊のさ、アンコールガール初めてやった後、ファンの方の写真を載せたらなんかフォロワーさんが増えた気がする。どうだろう、はい、どうだろう。下直しの写真、これが可愛いからさ、いいよね。枝豆コンビはアボカドじゃねえしの替え歌、枝豆じゃねえし、めっちゃいいじゃん。枝豆じゃねえし、何だし、クマたくさんいるの。そう、クマ大きめでしょ。そう、もうすぐ5000人なんだよ。前から瀬戸チャレあるからユニットイベントないのかな。でもさ、ステージに渡したいよね。プー、インゴプー2000、プーさん、クマ、クソ、プー、いいじゃん、プーにしよう。僕はプーさんだから。プー太郎ってあるよね。プー太郎って何？プー子にしようかな。じゃあ私、僕はプー子だから。僕はプー子だから。好きな動物はでもウサギです。ウサギと犬はもう殿堂入りしてるぐらい好きなわけ。でもウサギ好き。江田島やし。江田島、枝豆じゃない、江田島。めっちゃいいじゃん。私何島、江田でもあるかもね、もしかしたら。でも5人と4人なのか。3人ユニットがもしかしたらできるわけでしょ。4人ユニットと3人ユニットみたいな。プー太郎はニートのこと。プー太郎いいね。僕もプー太郎がいい。そう、フーさんの都合で、そうメンバーメイキングカメラマンした。めっちゃ楽しかった。どこまで映ってるんだろう、私見てないんだよねまだ。でもすごいいい経験をさせていただいて、私ほんとフーさん、あーなんだーフーさん。でもたまに相談とか乗ってもらってて、めっちゃいい。シワエさん、雪の結晶ありがとう。確かにみちさんとココアさんも枝豆姉妹だから、私とゆみこ姉さんは枝豆兄弟。枝豆いとこ、いとこだよ。え、そうなんだ。シュウさんお会いしたんですよ。そう、あ、素敵な方だと思った。おめでとうございます。肩で拍手する人、すごい申し訳ない。大先輩。
千穂さん優しいよね。そう、千穂さんは優しいんだよね。優しい。そう、なんか落ち着く、一緒にいて。千穂さん、ミッフィー、そうそう、ミッフィーはね、なんかパジャンってイメージ、あとはももちゃんってイメージ。ミッフィーウケる。ね、静かにしないといけない時はミッフィーになってるよ私。お餅だよ。そう、口ミッフィー。眠い、眠くなくなったのに眠いとか、ちょっと嘘つきだ私。そう、ウサギのキャラクター似てる。ミッフィー、かわいいウサちゃん、ミッフィー、元気なウサちゃん、ミーフィー、楽しいウサちゃん、ミーフィー、ナイスキー。これでしょ、元気なウサちゃんじゃないじゃん、ミッフィー。ミッフィー楽しいウサちゃんじゃないじゃん。ミヤちゃん、手袋ありがとう。ね、このニット可愛いでしょ。目を大きく開けた人、今は、あ、じゃあ11時になったら配信終えようかな。そう、今ツイッターランドをね、あ、皆さんもしよろしければツイート、あ、違えた、ツイッターフォローしね。友達にもレコチいいよって言ってきてよ。どうなるかな。ねえ、にゃむにゃむにゃむ、これで眠れるもん多分。今寝たらやばいよ、だって私筋肉痛なんです。何だろう、何持ってるの。牡蠣のクッション、牡蠣の赤ちゃん。ママとパパに言ってくれるの。優しい。夕飯は内緒です。あ、おしるこ。夕ご飯はおしるこ。優しい、オタク友達にリコチかっこさん、優しい。え、2人はリコチ気に入ってくれる、優しい、嬉しい。チコラーが増える。でもチコラーじゃなくて普通もまたリコチファミリーに戻したいんだけど。チコラーじゃなくてリコチファミリーに戻したくなってきた。でもリコチフレンズって感じ。いや、嫌な女。さあ、おしるこ。うん、サムギョプサル、サムギョプサル、いい、食べたい。ポックンパップが好き。ポックンパップ。牡蠣のクッションってニッチですね。そう、これそっか、いろんな呼び名あっていいか。そうだね、じゃリコチファミリーもあるし、チコラーもあるし、リコチフレンズもある。これは枕なの、私の。ほら、嘘を初めて。リコチ食べ物で遊んじゃダメだよ。怖
これは食べ物じゃない。寒いよ、外が寒い。外は寒いけど家の中はもっと寒いから、ヒーター大切。コリアンダー、サムギョプサル、サムギョプサルで笑ってる、もしかして。サムギョプサル、ポッグンパープ、ケランチム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 、絶対笑ってる。ほら、あああって、はこれおおおって読んでるけど、私なんて読んでる、おお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 って笑ってる。ほら、知ってる韓国料理あるよ、チーズタッカルビ、キンパ、絶対笑ってるよね、おおおおかきご飯作って、発音がとっても可愛い。マジ？え、私はもうあのそれらしく言ってるんだけど、マジ？あ、ゲランチムなんだ。ゲランチム、ゲランチム美味しい。プリ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 、はい、プルプル、間違えた。Try again。プリプリプリ、はい、チュルチュルチュル、これ大好き。ポケモンはまだチャンピオンロード全然やってない、2日間ぐらいしてなくて、ちょっと今日の夜しようか。でも今日の夜は映画を見たいから。他にも知ってるよ、韓国海苔韓国海苔、ネギ生見に行く25日って、嬉しい。あ、おおおおはクククク、なんだ、え、そうなんだ、クク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 それなんだ、クククククク、おおおお、クク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 、なんだ、面白い。日本はわら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 だよね、日本はわらわらわら、 WWW とかかっこ笑いとか、アメリカ海外はハハ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 か LOL、 待って、ロルって読む、草、あ、草もあるね、そう、すごっ、早っ、チャンピオンロード、ロル、ハハハハ、あと韓国、間違えた、中国もあのハハハハハハハって感じ。もうそう、クク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 クにしよう、じゃあメールでククク使おう、クククク、そう、はははは、じゃあメールでククククって言うね、私。でも私よくフッフッとかなんか言ってない？メールでヘッヘッとか書いてるかもメールでそういうの使いがち、ヒッ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 は言ってないな。日本だけ草なの、ほんと癖強いね Laughing out loud Loud、Laugh out loud、 声に出して笑うみたいな感じ。そうなの、 LOL って読む、それとも LOL、 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 どっち、666って書くの、パチ、888、パチパチパチ、おお、クククク、クお持ちします、イエーイやっぱこういうのを見るとさ、韓国語も勉強したくなるしさ、中国語も勉強したくなるしさ、もちろん英語も勉強したくなる。でも私さ、日本語もさ、あ、私日本語は四字熟語得意から任せて、そう、 WWW が草に見えるんだよね、草草って、 LMAO なんて言うんだろう、小姫さん手袋ありがとう、 LAWL、
いっぱいあるんだね。LMAO はあの読んだこと、あの見たことあるの。私はいつもルマオって呼んでる。ルマオ。カキクッション。チョンチョンチョン。チョン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 。Laughing my ass off. お尻が取れるほど笑う？あれ？爆笑。大声ダイヤモンドの英語版いいよ。 How long can you wait? I don't wanna be too late to find you and my fate is this the one the same? I was a fool who just couldn't know my heart. All I wanna say I love you be my star. ここだけ歌えるの。もう忘れちゃった。It's gonna be da 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 and then it's gonna be if I sweep you off your feet. The only thing I can be is just me. Can't you see my heart, my soul, my heart, soul, my soul longing to belong to you. マジ？やったー。Love you so, I need you so. Say the word, I never let you go. なんちゃら、なんちゃらなんちゃら。くくく。シワイさん、音符ありがとう。でも、あの頃はさ、もうそれよりもダンスに精一杯だったからさ、頑張ったよ、私。えらいえらい！よしよし。よしよし。よしよし。All love and peace。 どんな歌だっけ。なんちゃら。All love and peace。 なんちゃり。悲しい時ずっと抱きしめると誓おう。忘れないよ。辛くても泣かないで。一人ぼっちは卒業しよう。 Love and peace。 よしよし、いい子、くくく。愛それ、愛それの、愛それの成果がここに出るとやばいね。ロッカさん、 I love you、 ありがとう。洗濯私もしないと。あれ、なんで昨日はあんなに綺麗だとお部屋が。また荒れ地の魔女だよ。リカの歌いい？やったー、やったー。パントマイムわかんない。できない。りょうじいさん、 I love you、 ありがとう。難しい。うん、ドリブいいかも。本当に食べない。シュエさん、うま、ありがとう。どう、静電気強いタイプ。静電気全然いける。パチパチ言ってる。一回洗濯したら治る。
抜けちゃったどんなマイムなのかクイズ。再生さん、選びありがとう。なんかね、チョコパックみたいな、チョコパックみたいな。なんだろう。なんだろうね、なんかさ、の、ノードがさ、鳴る音ってどうやって口で、だってこっちにコップ持っててさ、こっちにさ、なんかからジュースがあるもん。サイダーでした、ジュースでした、牛乳ってじゃあジョーズみやちゃん、かわいい、ありがとう。じゃあこれ、え、どんなのがあるだろう。じゃじゃーん。指パッチンでモナ現れる。え、すごい、なんでわかったの。キャベツの千切り、そう、玉ねぎとかバナナ惜しい。
かったね、キャベツの千切り。指もちょっと切っちゃった。中指、中指切れちゃった人。じゃあじゃあ、あ、キュウリ惜しい。でも最初はキャベツを剥いてたんです。キャベツを剥いてました。キャベツをこうやって指パッチンで、まず指パッチンでキャベツを出しました。キャベツをこうやって剥いていきます。え、そう、傷絆創膏も現れた剥きましたこの剥き方何この剥き方は何で、もう剥けたからザクッてやってで、まな板で、ね、キャベツ、包丁、ザク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 キャーになって、自分でなぜか舐めてで、ピロン、傷絆創膏貼ってグーになって、ザク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 じゃん何枚剥いたんだろう私。もうなくなったでしょキャベツ、こんな剥いた、剥いたら指パッチ全然ならない皮剥いてから、え、千切りするでしょ、え、皮、あ、でもそっか、皮剥かずに、そっか、でも私皮剥かん、あ、でもそっか、普通に切るか、ふわー、じゃあほんと、じゃあ次は、考え中。
わかりましたか？わかりましたか？まずはまずは絵本が出てきました。牛？わからない。嘘。もうでも答えが出てました。絵本1ページめくりました。おじいちゃんが、これ杖ね。おじいちゃんの偏見ね。これおじいちゃん、芝刈り。芝刈り、わかんないの。芝刈りが何か知らない。こうか、ここ背中にあのなんだっけ、リュックみたいな。リュックって若者言葉すぎて。そう、芝刈りにカゴか。リュック今芝買ってるからカゴか。でこっちにおばあちゃん、お洗濯。全然パントマイムじゃない、ジェスチャーゲームだ。お洗濯、これこれお洗濯、これは違うでしょ。これのね。で桃が流れてきた。桃が流れてきたの。これどんぶらこよ、これこれどんぶらこねえ。おばあちゃんがもう目見開いてってなって、うん、たらこおじいちゃんわーってなってで指パッチンで包丁出してパカン、そしたらメリ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 、おぎゃー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 で、おじいちゃん、おばあちゃん、桃太郎、きびだんごお腰につけます。行ってきます。鬼牛できた。面白い。おばあちゃん無遊病生まれ東京。おばあちゃん、おばあちゃん仲間集め、ちゃんちゃん、もう終わっちゃった。仲間ゼロで。絵本閉じた。正解は犬、猿、キジで鬼ヶ島に行って、鬼で犬パンチ、猿の爪、キジのつつきで鬼がってなって、ごめんなさい、本当私は鬼が死んじゃったことを意味する、ごめんなさいで、かわいいね、ごめんなさいの方で、キラ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 
犬ってこっちかもしれん。キラキラ、モタは何もしてないじゃん。キラキラしてお宝を持って帰ってきて、めでたしめでたしね、絵本を閉じた。そう、桃太郎は何もしてないね。犬かめよってすごい伝わった。これで伝わったよね。これで伝わったよね。これで伝わったでしょ。めでたしめでたし、絵本落としたね。桃で分かった人もいるよね絶対。桃とゴシゴシで分かった。じゃあ他何があるかな。分かった分かった。もうすごい伝わってる人いる。正解もう出てますね。正解は正解は氷。両方冷たいからこっちに氷やってこっちに氷やってちょっとこうしてもらって、そして一旦置いて、でそれでダン、かき氷機が出てきた。で氷をかき氷機に入れて削ろうとしたら、お器がなかったからで削る。その前にこっちにあったからこうやって移動した。でいっぱい積もってきて、おお、まんべんなく氷が積めるようにちょっとこっちの器も移動させるの。こうやって映ってなかったかも。でいっぱいできたらシロップ口で開けてシャーって開ける。で、でほっぺで締める。でこの練乳
いちご歯で開けてカッてやってシュ全部絞ってペランペランになっちゃってもう使い切っちゃったからペーンでスプーンキーンときたすごいよくわかったねみんなすごいみんなよくわかったねすごいみんなよくわかったねじゃあ次はじゃチョワーチョワーチョワー
しょう。ちなみに出ましたよ、ドリンクバーとかメニュー頼んだっぽいとか焼肉、ニンニクっては歩いていきます、入ります、閉めます、で一人一人ですで入ります、お店の人にメニュー渡されます、桃太郎まだ続いてたの、桃太もらいます。で、おばあちゃんがしばかりに行ってみたい。違うよ。あのね、メニューもらいます。で、あ、このコースで。で、あ、ドリンク飲み放題で。メニュー畳みます。あげます。で、コップ出します。え、お店のを使わずにコップ出しちゃった。で、コップを持って。ドリンクバーに行きます置きます、ピッピッピッジョー、あの今メロンソーダとの入れました、で帰ります、ドン、でまだかなまだかな、お肉まだかな、来た、うん、タンタンを頼みました、私タンを頼みました、ちゃちゃジュージュワージュワーチッ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 、何十秒か数えました、裏返します、じゃあジュワー、ちなみに3枚焼いた、でこのこれあります、3つのタレ入れるお皿に、まずなんか辛い醤油だれみたいなで、甘だれ、いつもなんかお店の売りのタレみたいなやつと、レモン、あでも私レモン真ん中に入れるはずだった、レモン入れます、でまずはニンニク、ね、ニンニクじゃん、タン焼けたイエーイ、タンをまず普通の醤油だれかなんか甘だれとかに絡めてうまーいでして、うん、メロンジュース飲んでパーってなって、それで何か足りない、あ、ニンニク、ニンニクくださいチッ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 、あ、来た、ニンニクをタレの中に入れ2個入れた、入れて、でちょっとかき混ぜタレを、でそれで、でそれでタン取って、ちょ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 、うめーとと飲んで、ふわーで、うん、あ、お米ってなって、お米ライスください、ほう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 で、タン取って、チュンチュンチュンつけて、お米にバウンドさせて入れて、うんうん、で米もそのタレのついた米を食べて、うめーってなって、メロンソーダで流し、ふわーして、またメロンソーダが空っぽになっちゃったからで、ね、じゃピンジョー、席に戻ってパーでした私は一人焼肉に行ってました自分は自分一人焼肉に行っていました。くまっぴーさん、うま、ありがとう。でもお店わかんない、私ドリンクバーもある食べ放題のお店とか行ったことない、飲み放題の頼んだら出てくるタイプしか行ったとか、しゃぶようと混ざりました。シンガーサールさん、バラありがとう。
雪の結晶もありがとう。分かった人いたね。カップラーメンとかも出た。網焼き亭ってある。キング犬好き私。なんかすごいおせっかいなキングパ、なんかお肉パトローラーみたいな、パトロール、お肉ポリス、キングポリスみたいな人がいて、その人にすごい焼いてもらったって思う覚え出がある。あとはなんかさつまいもみたいな、あの忘れちゃった。メロンソーダ、そう、ドリンクバーの飲み物いろいろ混ぜて飲んだりしたことある。え、すごいね、ニンニクわかるのプロだと思う。ニンニクってさ、こうやってすくってさ、ペッて入れるよね。私だけかな。でもさ、ニンニククラッシャーもあるよね。ラーメン屋さんってたまにそんなニンニク。じゃあラストだよ、これラストだからね。これラストです。じゃあ始まり始まり。ピッ、あチャリン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 、ピッ、じゃーん、じゃれん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 、ピーピーピー、チャリン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 、ピーピー、チャリン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 、喋っちゃいけないと。あ、でも喋れる。擬音は OK です。
すごい。え、すごい、わかってる人がいるんだけど、わかってる人がいる、すごい。一蘭ラーメン、ラーメンだけど一蘭までわかる人ってなかなかじゃない？え、なんで私が味付ききくらげ食べたの知ってるの？ちなみに海苔も食べてた。まあまあ、まあ、ドアのロック、それ忘れんかったよ、忘れんかったけど、ちょっと今回のジェスチャー忘れてた。いくよ、歩きますで階段を上ります。広島の一蘭階段があるからね、階段上りますで食券を目の前にします。もうお財布を出しますで小銭のとこ開けますでチャリン500円玉入れますで、なんか小銭とかいっぱい入れて、チャリン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 、残りのお金が出てくるの、ピーピーピーってめっちゃうるさいの、ピーで食券出します、でまたその戻ってきたお金入れます、チリンチャ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 リン、ピーピーチャリン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 、ピー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 、はいはいはい、でキクラゲと海苔を買いました。でダン、残りもお釣り入れます。あ、ラーメン頼んだ。で、どこの椅子にしようかな。うん、そこにしよう。座って、まず食券を置きます。そしたら、ご記入どうぞ。はーい。記入の欄。ペンを持ち。丸。こってり。油。ニンニク。赤いの少なめ、ネギ、緑のネギ、麺や普通、イエーイみたいに、イエーイね、どうぞする、そう、自主中簡単、そう出します。でルンルンルンって待ってて、トイレに行こう。チャ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 、ガラガラガラ、わー鏡張りだー、チャ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 、じゃあふぅチャチャ、ガラガラガラ、わーサラリーマンさん、鍵閉めるの忘れてたで、手を洗います、手拭きます。ゴミ捨てます。ごめんなさいサラリーマンさん。たたたたたた。座ります。まだかなまだかな。あ、とても店内いいな。店内がいいな。あ、ラーメンが来た。で、海苔とキクラゲも来た。ではお箸を取っていただきます。でまずはスープから、うーん、2杯ぐらい飲むかな、うーん、いいね。それではラーメンいただきます。うまーい。じゃあキクラゲも入れよう、どさ、海苔も入れとこう、ぬぬ、キクラゲを食べよう、ちっちっち、うん、おいしい、海苔、レンゲにラーメンをすくってちょっとパスタみたいな感じにのせて食べるの好き、うん、おいしい。
で、いっぱい食べて食べて ごちそうさまでした。歩いて帰りますできた。これが私の一覧でした。一覧のでも基本替え玉するし、替え玉とキクラゲ追加するキクラゲハマってる。キクラゲ美味しい、ニンニクも美味しい。明日ラーメン食べる。レンゲにそう、ミニラーメン、そう、一口ラーメン、そう、作る派。拍手なんだったの？おいしいとかじゃない、多分。多分そうだと。お腹すいちゃう、やばいね、一蘭行きたい。キクラゲおいしい。でも一蘭はキクラゲ入ってないから寂しいけど、一風堂とかガバはキクラゲ入ってるし、もやしも入ってるからおいしい。好き。あと辛いもやしもあって、それ食べるの美味しいし、あのあれもある、ルイボスティー、横浜家系ラーメンを食べた、メールで送ったそれはでも細麺だったらめっちゃ好きだったかも。でも多分太麺なんだよね、調べてみよう。え、もうこんな時間なの？知らない間だよに、知らない 間だよって言いたかった。調べてみよう。なんて調べたんです？横浜家系ラーメン、一風堂最高、大好き。そろそろ魔法が解けちゃう時間。一風堂じゃん、横浜家系ラーメン、そう、これ食べたことある。え、これだよ、これこれ、私が食べたやつ。なんで、ね、そう、これ食べた。そう、青菜が乗っちゃうんよね。そうそう、やっぱ太麺なんや。細麺は、細麺は横浜ラーメンとは言わんのかな。青菜が乗っとったら横浜ラーメン、どうなんや。そう、家系太麺か。つけ麺は好き、でもラーメンは細麺派。醤油豚骨、あー、中太が、そう、中太、あ、そうなんだね。麺なしラーメン、あ、でも私思ったのが、もやしときくらげとあの豚骨スープがあったら、もやしとラーメン、間違えた、もやしときくらげ永遠に食べれると思う。チャルメラそう、クイズ楽しかった、嬉しい、またしようまたしよう。お話し会でしたくない？みんなが出してよ、実況してあげる。油そば屋のつけ麺、え、美味しいよね、めっちゃ好き。広島にある担々麺も好き。汁なし担々麺、汁なし担々麺、そう、めっちゃ美味しいよね、ヘルシー。そう、何がああ、もやしときくらげね、たくさん食べよ。え、私あの本当筋トレしてるんです、昨日から、昨日から筋トレをしてます。今日も筋トレして寝る。やるでしょ。しかも自炊はまだしてない、一度もしてない。自炊をするね、明日自炊しよう。イエイイエイウォーウォーイエイイエイウォーウォー、右肩がイエイイエイって、左肩がウォーウォーって言ってくる。楽しかったです、皆さんとクイズするの楽しかった。パントマイムとか言いながらジェスチャークイズになっちゃったジェスチャークイズだったじゃあ皆さんありがとうございました。今宵も楽しい時間、あ、じゃあツイッター見よう。ツイッターを見よう。
Twitter、Twitter、Twitter のあの、あ、4900人になったよ。嬉しい。え、喋らないリコちゃんもいいねって。あ、タタターンとは、まあかぼちゃのカバンには目がいく。ははは。ちょいピントボケから始まるところなんかいいね。確かに。リコち、一周回って好きになりました。どういうこと？タタタ？レッドイットゴーありのままでかな。なぜわかった？はしゃいでるのかわいい。おやすみなさい。あ、全部読んだやつだ。タタタタタタタみたいな。ちょっとタがいっぱいあってかわいい。タタタかわいすぎる、おやすみって。最後のタタタアメリカのスポーツ選手感。テアテアテアおやすみおやすみ。タタンタタタタンタタタなんだ？倍速結婚式？うん、先輩かわいい爆笑おやすみなさい高笑いいいいねって、あ、まさか高笑いのた、これやばい。いいねしたいマジで。今日もお疲れ様でした。おやすみリコちゃん、おやすみ、おやすみなさい。マークスの高田頭の中で再生されたよ。エルサなの。そうだよ。あれ読めない。牛柄に見えて熊柄。ありがとうみんな、いっぱいいっぱいありがとう、コメントしてくれてね。あと100人言えないかもしれないけど、豆柴出るのかな。出るよ。出るよ、安心して、安心して。豆柴出るから安心して。豆柴のレッスン頑張ってるから安心してね。よし、じゃあ皆さん今日も私の配信に集まってきてくれて、楽しいひとときを一緒に過ごしてくれてありがとうございました。またいつかの配信で会いましょうね。あと100人フォロワー頑張ります、よろしく。じゃあ壇上の方をお呼びいたします。39位ミックさん、加藤さん、くまっぴーさん、迷子の子さん、ボイジャーさん、ジンさん、伊藤ひろしさん、ひまわり29さん、シンゲサールさん、ソロアナールさん、めちゃきのこさん、なべさん、モビさん、 H2O さん、30点さん、ケンさん、リコポポさん、ダンケうどんさん、キヨニーさん、フォーユーさん、チューチューさん、ジュノラニカウェグレさん、コキさん、タコミンさん、マイコルさん、おへそさん、渡辺さん、ボヤッキーさん、コヒメフさん、ヤスベイさん、ティユーさん、ノリミオさん、マシャさん、そして本日の秋元先生役はぶんちゃん先生です。ありがとうございます。ハルデンさん、シワイさん、ありがとうございました。そして本日のブレーンチェンジ第3位はリョウジーさん、ありがとう、タタタ。そして第2位はびっくりベベモンさん、ありがとうございます。カムサムニダーコマオタタタ。そして第1位はトトさん、トトさんありがとうございました。トトトタタタちゃう、トトトや。ありがとう。あ、なんか書いてるけど読めない。ケンタッキーさん、 I love you、 ありがとう、みんなありがとう、配信遊びに来てくれて楽しかった、ありがとう。明日も無理しすぎないでね、優しい、ありがとう、よかったって、よかった、そう言ってくれてありがとう、ありがとう、心配してくれたりして、おやすみなさい、良い夢見ようね。おつっこり、またね、またたたた。いえいえ、楽しかった、ありがとう、ありがとう、 M2 だ。シワイさん、ラビュー、ありがとう、おやすみ、 M2 だ、おやすみ。じゃあ私はお部屋を片付けてお風呂に入って寝ます。じゃあね、じゃあのー、バイバイ。シンゲサールさん、ありがとう、ありがとう、バイバイ、バイビー、待ってる。